ても綺麗で、でも今思えば汚かった。あれはいわゆるバッドドリームス。光が眩しすぎて周りが見えず、ただただ日々を棒に振ってたあの日、今だから笑えるよ。一度あの幕を開けたんだよ。とても重くてプレッシャーや、それに勝つためにただ嫌なやつって。そして気がつくと枕な部屋に一人ぼっちだった。終わったも戻れないなんて歩くのもやめた。刺すよ欲望に満ちた青年団。誰かが言った言葉、それすらその時は流して、今になって気づいたよ。欲望に負けた少年団。少年。